フィオル、大丈夫？うん、平気。シルクは？なんともないよ。ラインと君のおかげだ。なんなんだこいつ。今まではこんなのいなかったぞ。まさか、鬼神兵？いや、多分この乗り物を作った文明のものだと思う。確かに鬼神兵とは違うような気がしたけど、なんだってそんなもんが今頃。わからない。ここを守るために作られたんだろうけど、何かに反応して目覚めたのか。だとしたらそれは多分僕たちじゃない。ねえ帰ろう。もうこんなとこ、これ以上痛くない。そうだね、エーテルシリンダーも手に入れたし。